小部達蔵は埼玉県出身の元ラグビー選手。埼玉県立浦和高等学校を経て、1962年に、早稲田大学第一整形学部に入学、同大学のラグビー部で活動。1962年当時、関東大学ラグビー対抗戦において、1.2部制に当たる AB ブロック制が取られていたが、早稲田は同年、シーズン、 B ブロック転落の浮き目にあった。そこで、大西哲之助を監督に迎え、木本賢治を首相とする体制となったが、木本は、当年シーズンのみならず、将来の和製田復活を願い、やべら一年生部員を徹底して鍛え上げた。その成果が現れ、同年の総名戦に一年生として、ただ一人やべが出場することになった。また同年は、 明治大学が一部に相当する A ブロックで優勝したため、下馬表では圧倒的に明治優勢が伝えられたが、後半に入って、ワセ田フォワードが明治のそれを圧倒し、17から8で勝利した。以後、矢部は4年連続で総名戦に出場することになる。1965年、首相に就任。当時の監督は横井久志であった。 対抗戦を7戦全勝とした早稲田は、続く、第2回全国、大学ラグビーフットボール選手権大会において、京都、日本を破り、決勝でも、前年大会決勝で破れた法政を16から0、で下し、初の大学選手権優勝と、相まった。そして1966年1月15日、花園ラグビー場で行われた第3回日本。 ラグビーフットボール選手権大会では、全国社会人、ラグビーフットボール大会で史上初の4連覇を達成した八幡製鉄と対戦。一進一退の攻防が続いたが、ノーサイド寸前に、山本岩尾がペナルティキックを決めて12から9で勝ち、早稲田は初のラグビー日本一の座に就いた。その後、三菱銀行を経て、ユニオンバンクオブカリフォルニアに勤務。2005年に、 早稲田大学ラグビー集級部 OB 会会長、2011年に日本ラグビーフットボール協会専務理事に就任した。ありがとうございます。